皆さんこんにちは、ファクトリーギア TV 工具好き。はい、今日はですねこちら、ドン、みんな大好きスイベルガジェットということで、こちらスナップオンのスイベルラチェットレンチ。もうこれね、スナップオンが生んだラチェットの中でも傑作中の傑作じゃないかというふうに思うんですけれども、ラチェットってこうやって使うもんだよなと思ってたラチェットがですね、ピュンって曲げたんですね。ドライバーみたいにも使えちゃうっていうですね、これはね正直言ってもうかなり衝撃的な登場の仕方をして、でやっぱり多くのメカニックがもうこのラチェット欲しいということで、ずっと人気なラチェットなわけですね。でただやっぱり非常に高価なラチェットで、まあ今もファクトリーギアの販売価格で2万円以上するラチェットで、当時もやっぱり1万円以上するラチェットを使うっていうのはなかなか大変で、あの若いメカニックにとって憧れの的だったわけですね。そのぐらい人気のラチェットということになります。でまあ特徴的なのはですね、このヘッドですね、ベンツヘッドでね言われてます。通称これ言っちゃダメですよ皆さん、ベンツヘッド僕勝手に言ってるだけですからね。ベンツっぽいマークをしてるからベンツヘッドって、あの勝手に言ってるだけなんで、まあベンツみたいなヘッドをしてるってことで通称ベンツヘッドと言われています。一時期ですねこの空転トルクが非常に硬いと言われていたんですけれども、最近のスイベルラジェット非常に柔らかくなりまして、空転トルクも軽くなって、ここ20年間でスナップオンのこのラジェットの中のこのギアの構造がですね大きく変わって、昔は硬くて、強くてゴツゴツがスナップオンの特徴だったのが、この柔らかいフィーリングの、ギアができたということで、スイベルもものすごくフィーリング変わったんじゃないかなというふうに思います。で、何よりもですね、今回これをなぜご紹介してるかっていうと、一番大きいのはこちらですね、このグリップ。スナップのスイベルラジェットがソフトグリップというものがスタンダードになりまして、で樹脂のグリップがこう一般商品ではなくなってしまったんですね。でそれが今回ですね、春ということもありまして、このクラシックタイプの樹脂グリップを採用したスイベルラジェット限定で販売させていただこうというふうにしております。でこの樹脂のグリップがなぜいいかっていうと、こう使う時のイメージではなくて、こうね縦にした時にここね、この溝とかに指をうまく挟んで回す、これが非常に回しやすいということで、このグリップに対してのニーズがすごいあったんですね。で今でこそこのクラシック樹脂グリップ、このようにして限定で出たりしてるんですけれども、ソフトグリップが出た当時はもう二度とこのグリップはスイベルに採用されないんじゃないかっていうことで大騒ぎになりまして、なんとかこれねこのグリップのやつが欲しいわって言われたのと、あとさっき言った通り非常に高価なこのスイベルラチェットをたくさんの人に使ってもらいたいということで生まれたのがこちらのディーンのスイベルラチェットなんですね。で我々はですね、樹脂グリップ、これ非常にスナップに似てるんですけれども、もちろんスナップを参考に作らせていただいたわけです。ただその背景にあるのはソフトグリップじゃなくて指でこう挟んだ時にこう回しやすい形状ということで、これ本当に何度もこう図面を引いてこのグリップの形状を作り出したものです。でさらにですね、スイベルの唯一の欠点というのはこの状態で使った時に固着しちゃってる場合にどうやって回せばいいんだっていう時のために、ここに六角のボルスター形状にしてあるので、ここに工具を入れて回すことができるっていうね、回すことができる、これで力もかけられるっていうのがこのディーンのスイベルラチェットの特徴です。あともう一つ、ここのヘッドのデザインですけども、これは当時流行したですね、空力を利用したドライバーのヘッドを参考にしてこうボボボってのをこう作ってみました。で最初のやつはもうちょっとね、結構飯田君とか覚えてるかもしれないけど、もうちょっとぬめっとしてたんだけどね、そうするとこの片手で指で回せないっていうことで、この辺もちょっとね回しやすい形状にして、あとプッシュキャンセルの機能をつけてあるのがディーンのスイベルです。今回ですね、スナップオンのクラシックタイプ、これ CV1と8分の3、これ限定なのでなくなり次第終了ということになりますので、ぜひこのチャンスにクラシックタイプのスイベルラチェットをお使いになってみてはどうかなというふうに思います。今回はスイベルラチェットの紹介でした。それでは皆さん、さようなら。